どうも、ミタです。パーソナリティーやっていきたいと思います。はい、本日は、海王山高校でゴールキーパー作っていきたいと思います。出来の方は、西宮、クルトワ、アタカ。で、灰原、秋山、草薙。この6人でいこうかなと思っております。で、バッチの方はね、フリーダム持ち込んでます。そして今日はね、哲学で自由を踏んで、ゴールキーパー金徳7つ、目指していこうかなと思っております。アイテムの方はパワードリとマネキネコ。そしてこれはいいやつ引いております。では、やっていきましょう。まずは灰原とかの評価上げたいな。灰原からちょっと評価上げてみます。やっぱりね、メンタルキャラ、評価上げていければ、楽にいけますので。で、必ずね、究極一致はやっていきたいと思ってます。てか、それが目的なんで、究極一致できなかったらダメなんで、しっかりとやっていきましょう。で、自己紹介。で、アタッカー OK。で、どうしようかな。秋山の評価上げとくか。で、次できればメンタル踏みたいんでね。ハイバラとかメンタルに集まってほしい。はい、秋山ね。まあ、ハイバラ評価上がってるんで、秋山行ってみましょう。いいやつは本当にやりやすいです。ありがたいです。で、これは技術もらっておきましょう。さあ、久しぶりに自由。うん、哲学のね、自由を選んでいきたいと思います。はい、ゲームスタート、やっていきます。でもって、でもって、これなんですけども、これ、いいや。オンスピーでいきます。オンスピー。オンスピで、秋山くんの評価上げていきましょうか。このね、評価しっかりともらっていきます。はい、ハイボールキャッチ、ナイスでーす。で、これはオンメンタルでいいね。オンメンいってきまーす。いいね。で、これは回復もらってきます。ありがとうございますと。で、どこ行こうか。あ、いいね。オンディフェ。オンディフェでいい。はい、哲学の道です。でもって、でもって。はい、あずま。で、必然か偶然か。ねえ、もしかしてになった？はい、いいでしょう。で、クルトワ、これは上で、あ、下かな。筋力敏捷もらった方が。筋力多分ちょっと足らなくなる気がするんで。はい、もらっておきます。そして、これは岩渕くんいるんでテクニックでいいかな。岩渕くんも近づけておきたいんで、テクニックいっておきましょう。オンテク。青木、岩渕、小暮。その辺を狙っていきたいね、しっかりとね。できればメンタルにいてくれるのが助かります。あ、いいね。メンタル。で、秋山くんもこれでもうタック来るようになるかな。灰原と秋山のダブルで、メンタルをどんどん光らせていきます。お願いします。で、一緒に特訓だ。来ない。来ない、来ない。あ、でもこれはスピードいいね。はい、スピードいきまーす。オンスピ。OK です。ナイスです。で、次はメンタル行きたいよ。メンタル行きたい。誰もいない。誰もいない。まあ、いいか。草薙、コーナー回避の子作れ。コーナー回避。はい、ロングシュート。まあいいでしょう。まあいいよ、いいよ。で、岩渕。はい、岩渕のテンション上げておきます。はい、空中戦ゲット。で、メンタルに来てくれないけど、これは岩渕くんが来てくれてるのでありがたい。オンメインいっておきます。はいはいはい。まあ、ちょっと微妙かもしれませんが、究極ピッチをね、必ずしていきたいと思っております。しっかりと一致。まずはもうタックとか踏まなくてもいいんで、もう一致を優先させていきたいと思います。はい、音面。まあタックって言ってもでかいタック。まあどの道一致させるにはタックしっかりと踏まないといけないんで、タックで近づけていくっていうのが一番手っ取り早いんで、まあタックは踏んでみます。でかいタックは踏みません。
まあ、何も行くとこなかったら見ますけどね。ではこれオンテクいきまーす。オンテクでいいでしょう。はい、小暮もどんどん近づいていく。いいよいいよ。で、堀場くんが来ましたね。堀場くんが来てくれた。で、体力回復したいので、あ、ラッキー回復ですね。ナイス体力。いいよ。で、おー、近いメンバーですが、すごい集まってますね。じゃあ、これ、オンテクいっとこうか。オンテクいってきます。次はメンタルいきたいな。次はメンタルいきたいですね。で、灰原、福井部完走。で、これは、ハイボールもらったんで、これ上行ってきます。無失点のコツ。まあ、最後にね、無失点のコツもらえるんで、まあ、いいんですけど、まあいいや。この辺は潰してきます。はい、もうテクニックとかも行きたいけど、これは体力的に厳しいんで、メンタル行ってきます。はい。遠いメンバーがちょっと遠いんだよな。で、もうテクニック上げていかないといけないですね。ミラクルセーブは必ず成功させたい。テクニック、ディフェンス上げていきましょうか。とりあえずまずはテクニック上げて、残りのものでディフェンス上げましょう。まあ、ゴールキーパーがね、ディフェンスとテクニック上げられればまあ問題ないんで、これで問題ないです。いやー、しょぼいなー、しょぼいなー。こっちがこっち行きたいんだけどな。休んでいきます。はい、メンタルタックが絡んでき、ちゃんと絡んできてくれない。ちょっと厳しい、ちょっと厳しい。はい、オンメイ、オフメイ行きます。岩渕くんに進んでいきます。はい、秋山、笑いの神秘が。で、アタッカー、カウンターのコツもらってきまーす。で、これ、音面で、ね、一致させてもいいけど。まあ、これ、そろそろ戦っておこうか。はい、すいません。ちょっとアラーム鳴っちゃったんで、やってきます。では、これ、戦っておきます。クルトは、何のコツくれる？タイロン、すいません。ロングスローだけ潰してきます。ロングスロー潰していきましょう。はい、ディフェンスいきまーす。はい、あと2回で、堀場くん倒してくれるとありがたいですと。集中力いいでしょう。で、ミラクルセーブ。OK! ナイスでーす。で、オンメンタルが、あ、いいね。いいメンバーが集まってる。じゃあ、オンメン行ってきまーす。で、やりそうなこと。で、ディフェンスも上げとこうか。もうちょいね。上がんなかった。で、これは休んでおこう。2回目ですが、もう休んじゃいます。で、センディガン成功してください。ナイナイス、オッケーです。で、ハイボール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 。問題は一致してくれっからな。これ間に合うかな。間に合わない感じもするな。はい、メンタルできまーす。おんめん、みんなちょっと今回遠いですね。お、メンタルいこうか。はい、中山くんです。ね、秋山くんも近づいてくれた。青木くんがちょっと遠いけどね、頑張ってください。で、小暮。近づけていこう。じゃあ、あ、いいね。音面いきます。音面で、堀場くん。倒しに行きましょう。で、スタミナは C ぐらいでいいんですけど、結局多分ね、スタミナ上がっちゃうんだよな。はい、では、音面いきまーす。で、桜庭くんは1でーす。はい、堀場くん、あと1回で倒していこう。
で、ここはサッカーが上手くなりたいでいいかな。回復全開だしね。神社に行く。サッカーが上手くなりたい。はい、いいでしょう。そしてこれは、これは、残念。はい、怨命いきまーす。青木くんをどんどん近づけていきたい。はい、詳しく話を聞く。で、ディフェンスも90にしておきましょう。おー、メンタルいいじゃん、メンタルいいじゃん。怨命いってきまーす。岩渕、小暮。はい、カルロスも一気です。で、問題は本当に青木くんと堀場くん。8月4週までにあと1回踏みましょう。6ターン中1回踏めばいいんでね、問題はないはず。これはテクいきますね。お、これはオフでいきます。オフテクいきます。岩渕くん近づきませんが、ほぐれた青木がナイスです。はい、いい感じです。テクニック、技術も結構稼げたんでね。で、灰原がもうラストまで行っちゃったか。やばいな。じゃあもうディフェンス上げちゃいます。あー、上がんなかったか。ディフェンス100にしたかったな。はい。あー、どうしよう、ここ行きたい。行きたいなぁ。これオンオフェンス行きたいなぁ。行きたいけど、ちょっと、さっきなんか嫌な予感したんで、堀場くん倒しておきます。堀場くん、倒しておきましょう。え、倒せなかった。よかった、嫌な予感したんだよな。よかった、危ない。じゃあ、怨命で次行きたいんで。次行きたいんで、お願いします。で、アタッカー。まあ、これはもう成功でしょう。さすがにね。はい、OK です。怨命いるかな？あ、いいね。ナイス。これはナイスだ。堀場くん、これでリベンジかましていきます。はい、怨命いきましょう。で、秋山くんもいい感じですね。あと1枚。あとは青木くんだけだ、本当に。で、次メンタル行きたいんで、メンタルに来てほしい。おーおお、悪くはない。オッケーオッケー、ダブルタック。はい、怨命いきまーす。やべ、サクくん1でーす。ほんとにあとは青木くんね。あ、このセクション中にね、だいぶ大人数で、だいぶ大人数でね、もうほぼほぼの人数を、一致させておけば楽になりますんでね。で、灰原。ディフェンス100だよ。はい、ナイス。新眼ゲットです。さすがにね、ディフェンス100なんで。成功してくれました。空中戦ゲットです。あ、じゃあ空中戦じゃないよ。終わりか。終わりじゃない。次のイベントで終わりね。で、これは休んでおきます。はい、ナイス。チュンガバ。で、男キキャッチ。守備反応。ナイスー。で、これは怨面でいいですね。青木くんも近づいていきます。ナイスです。で、秋山くん。なんか、なんだっけ。はい、青木くん。守備反応。コツ読んだな、これ。守備反応を潰していこう。で、エースキラー潰します。対空要塞、心眼、千里眼。まあ、この辺は潰していきますね。はい。お、いいじゃん。ここもいいなと思ったんですけど、こっちだな。うん。オンオフェンス行きましょう。みんなのテンション上げまくります。どんどんみんな近づいていって。はい。青木くんもテンション上がってまーす。おっと。ああ、やめてくれ、サボり癖は。サボり癖はきつい。サボり癖はマジできつい。ここで発動するな。頼む。オッケー。なお、どっかのタイミングで直そう、サボり癖は。サボり癖はどっかのタイミングで直す。次直すか。い
やー、やだなー、サボり癖きついなー、サボり癖はマジできつい。治ってくんないこんなイベントで。はい、ルートは3500。いや、行きたいなー、行きたいなー。でもこれはもうサボり癖直そう。はい、治った。ねえ、さすがはエースだ。はい、でもって、珍しいな、こいつがこんなに遅くか。珍しいっすね。じゃあこれはうん、オフメンタルでいきます。オフメンいっておきましょう。回復しっかりともらってオフメンで、できればここ文化祭は回復で欲しいな。そしてちょっと厳しい、非常に厳しい。サボり癖がマジ邪魔だな、マジ邪魔だ。ちょっと厳しいぞ。7613。いや、サボり癖なかったら結構うまいこと言ってたんだけどな。で、はい、これは手伝うようで堀場くんのテンション上げてきます。お、いや、これはもうオンで攻めるしかないんだ。で、小暮くん、堀場くん1ね。で、草薙くん、セービングか。できれば、コーナー回避。青木くんがちょっと遠いのは気になるけどね。しっかりと、ゴーダくんと誰かいてください。そして、ゴーダくんサボらないで。うん。何回かさっきダメにされてるんで、ゴーダくんサボらないでください。セービング、ナイス。で、青木くん。で、テクニックは100にしてください。でもって、難攻不落セービング。無失点持ってもいいんだけどね。微妙だなぁ。あ、これ、終わらせていこっか。うん。和田くん前にこれ終わらせちゃいます。いいです。はい、オフオフです。行きましょう。青木くんのテンション上がったけど、もういいよ。それはそれはいい。はい、ですが完全一致で、秋山くん何くらいビハインドかな。ビハインドやっぱり。お、いいじゃん。一緒にいてくれるのは助かるよ。ではこれオンオフェンスいきます。もうスタミナ S まで上げようかな。別にいらないんだけど。でスピードどうするかなんだよな。どうしよっかな。ダッシュコツ、まあこの辺ちょっと取っときたいよね。ちょっとでも査定上げときます。ゴーダ君はちゃちゃっと倒したいんで。はい、オンオフェンスいきましょう。まあゴーダ君は多分3回で倒せると思うんでね、あと2回で、ね、しっかりと進んでいきたいと思います。岩渕君、青木君と一緒にいてくれると助かるんでね、お願いします。まあこれはゴーダ踏んでいきましょう。とりあえずゴーダ、ゴーダを踏んでいく。はい、オンオフェンス。で、あと1回で倒すね。あと1回倒せるかな。ちょっと怪しいな、これ怪しい感じがする。ちょっと怪しいぞ。ゴーダいねえし。ゴーダいない。じゃあこれ岩渕くんいってきます。オフスピード。で、ゴーダと青木一緒にいてくれ。ゴーダと青木一緒にいてくれ、頼むわ。終わんねえんだ。で、アズマ交代する。はい、トッツさん。できればなー、メンタルにいってほしいけどな。お、いた、ナイス。しかも一緒にいる、ナイスですね。で、これは終わらせてほしい。できれば、できればというか必ず終わらせてほしい。もうこれあげるよ。ね、パワーもあげるよ。はい、では行きましょう。オンメン、さあ、終わってくれ、ゴーダくん。
オーケー。あとは青木と郷田、この二人をね、うまいこと一致させていくだけだ。タックンとこにいてくれ。はい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 。で、できれば一緒に、あ、タックないし。郷田くんがいねえ。じゃあこれオン、いやこれやばいぞ、終わんねえぞ。オンディフェンスいきます。いやこれ終わんない終わんない、全然終わんない。うわー、体力持ってかれる。あー、きつい。いやもうこれいいや、メンタルいきます。メンタルで次から郷田くんいきましょう。きついなー、これきついわー。はい、しっかりと前半後半いきます。で、ちょっとスピード踏んときます。さすがに G じゃ勝てない気がする。はい、いきまーす。はい、終わりました。問題なく終わりましたんで、さあ、残りいきましょうか。いけるかなー、郷田くんね。たっくんとこいてくれたらまだいける可能性はある。はい、金田くん。あー、タックンのとこいね。で、郷田くんいる？いた。オフで行きたい。けどでもオンで行くしかないんだ。青木くんとりあえず行きです。あと郷田くん7マス。終わんねえなーこれ。絶対終わんねえや。終わんないこれ。7マスはもう無理だ。あー、次、タックにいたらワンチャン終わんのか。タックにいたらワンチャン終わる。タック5だ5だ。オッケー、終わった。よかったよかったよかった、終わったね。ちょうどよかった。危ねえ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 。なんとかこれで金属7つ、ゴールキーパー金属7つゲットです。シャットアウト。ギリだったな。結構しんどいなこれ。はい、ゲットです。郷田くんマジありがとう。で、とりあえずこれドリンク的に足りません。足らないので一回メンタル振っていこうか。メンタルテンション上げておきます。メンタルテンション上げておきます。で、残りをタック踏んでいくって感じかな。はい。うわ、しょぼい。違う。テンション保つ、どっか上げる？ちょっと上げよっか。テンション上げます。最後に行きます。最後、この方のドンマイって感じでいきましょう。はい。で、サクッとピッチャー。さすがにもう監督評価上がってる。オッケー。上がってる上がってる。じゃあ、まあこんな感じでいきましょうか。で、パワーはちょっと上げようかな。で、精神的支柱。おー、そうか。そうか、筋力。パワー上げたらまずそうだな。ちょっと上げず。はい、ではこれでいきましょう。お技術あふれそうだな。あ、この辺取るか。はい、これでいきます。はい、終わりました。問題なく 4-0 で勝ちましたね。ということで、続きやっていきたいと思います。で、最後でかいタック来てください。うん、おー、来た。いいタックは来ましたね。いいですね。よかったよかった。でも臨床そんなにいらないんだよな。で、シャットアウトはちょっと取らないんですけど、ミラクルセーバーも取っちゃいましょう。抑えちゃいます。で、コーチング。で、危機察知。奪還はいるかな。とりあえずカウンターかな。で、精神はそんなですけども、筋力がそこそこ稼げる。で、臨床は溢れる。このままだと溢れる。なので、スピード60ぐらい。あ、奪還しようか、奪還しよう。
闘争心、司令塔あたりは欲しいかな。じゃあパワーとりあえず A だけにしようか。はい、ではこの最後のタック踏んでいきたいと思います。いきましょう。印象余るな、印象余るな、どうしようかな。スピード振ろっか、スピード振っときます。いいや、とりあえずこれぐらいまでしとけば問題はないでしょう。はい、ではいきまーす。はい、終わりました。問題なく終わりましたんで、最後能力振っていきましょうか。はい、よかったね、究極一致ちゃんと言ってくれた。危ない危ない、何回か作り直してんで、ね、ちょっと怖かったです。はい、これで無失点のコツいただきました。15,350、まあぼちぼちですね。でもってシャットアウト取って、金徳的には全部取ったもんね。はい、あとはハードアームとか一応フリーキックかな、もうこの辺いらないとして、バックスピン、空中戦は2で押さえておこう。でリード、フィジカル怪我しにくさで、パワーもうあと10振ろうか。あー、パワー振れないな、振れない。敏捷を吐かないといけないんで、敏捷を吐くためにはやっぱりスピード振らないといけないんですよね。スピード振ってきます。どれぐらいまで行こう、 A かな、 A まで行こうか。 A まで行って、あとはパス系、パスカンで展開力、それ以外微妙なんだが、ワンタッチ、スルーパス、アシストでしょうか。で、PK は欲しいよね。PK は欲しい。で、サッカーのリード。まあ、こんな感じになるのかな。はい、これで終わろうか。で、よし。なんだっていいや。なんだっていいです。ゴールキーパーなんで、ゴールキーパー、まあこいつかな。はい、さあどれぐらいいきましたか。ゴールキーパーキット7つ。さあどうだ、 USO 1かな、いきましたね、ナイスです。 USO 星1、使えるキーパーできましたね。あれ、ゴールキーパー、あ、7つね、7つ取れます。まあ無事取れたんでよかったと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。本日の動画は以上とさせていただきます。ゴールキーパー金徳ね、7つ、なんとかゲットすることができました。まあ次からもね、頑張ってやっていきますので、よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。ベタでした。さよなら。